お招きした覚えはございません。なんだって？お引き取りください。おいおい、こんな大嵐の中を引き返せってのか？そういう問題じゃないだろう。招待状を送りつけておいて、なんだねその言い草は。ですから当家ではお招きした覚えはないと。でも確かにこうして招待状が、私たちもね、姉様。ええ、ほら同じものでしょ。そのようですが、私には見覚えがございません。ええ、君では話にならんよ。主人を呼びたまえ、主人を。あいにく主人はどなたともお会いになりません。そんな、一体どういうことなの？決まってるじゃない、姉様。私たち騙されたのよ。積み絵の中に迷い込んだかのような山奥深い木々の迷路。ぬかるみに足を取られて乱れ、滑る足音が雨音に混じって不快なノイズのようだ。どこまで、一体どこまで続くのか。こんな暗い、ああ、とうとう転んじゃった。真っ暗だし、足場は悪いし、できるだけ神経を尖らせて、注意して歩いてたつもりだったのにな。よっ、危うくまた足を滑らせそうになり、手近な木にすがりつく。気丈に生い茂っているはずの葉は、これほどの豪雨の前には、気休めにもなってくれなかった。もうちょっと近いと思ったんだけど、行く手を確かめようにも叩きつける雨粒に視界を遮られてほとんど見えない。眼鏡を拭ってみたけれど、すぐにびしょ濡れになってかえって見えにくくなるばかりだった。明かりが見えたと思ったんだけど、気のせいだったのかな。やっぱり朝まで車でじっとしてるべきだったかも。濡れた服は気持ち悪いし、寒いし、それに何より、うわ、ごめんなさい。誰に謝ってるんだ僕。恐る恐る顔を上げると、雷の音はもう止んでいた。やっぱり怖い。寒いより冷たいより、何よりもここにじっとしているのが怖い。車に戻ろうかな。急に不安になってきて、残してきた車の方を振り返る。え？車は影も形も見えなかった。あれ、そんなに離れたっけ？ものの数分も歩いてないと思ったんだけど、暗いのとひどい雨のせいで少し先も見えなくなっているのかもしれない。もしかしてまた迷った？ただでさえ見知らぬ山道に迷い込んで日が暮れてしまったというのに、
どうせこの嵐じゃ車を走らせるのも危ないし、ガソリンもつきかけてるからと思って明かりを目指してみたけど、車も明かりもどっちも見当たらなくなってる。どうしよう。なんで僕っていつもこうなんだろう。間の悪い時には必ずもっと間の悪いことが重なって起きる。大学が休みの間、長期のバイトが決まったはずなのに。ひでえ、ひでえよ。あの、この辺にペンションが。ここだよ、ここ。ひでえだろ。まだローンが残ってたのにさ。この小部屋と全焼だよ。ああ、俺の城が。バイト先が消し積みになってたし、暇になっちゃったからドライブして帰ろうと思っただけなのに。昼頃から崩れた天気はここまで悪化しなくてもいいという勢いでどんどん嵐になって、今じゃこれだし、おまけに道に迷うし、明かりが見えたから誰かいると思ってほっとしたのに、車まで見失って、というかもう車どころか自分が歩いてきた方向もよくわからない。足元も見えにくいし、変な方へ歩いちゃったら危ないかも。なんかもうこれ以上悲惨な状況ってちょっとないんじゃないかと思うくらいやばいことになってる。本当にどうしよう。誰かいませんか？なんだか不安になって暗闇に向かって叫んでいた。誰かいたら返事して。誰か。当然返事はなかった。あるわけないじゃん。何やってんだ僕。しかもこの状況で本当に誰か返事したら、その方が怖い。わけわかんないことやってる場合じゃないよ。どうしよう。やっぱり進もう。なんか下手に戻ろうとしたらどんどん迷いそうだし、意を決してぬかるんだ地面を踏みしめ、何度も滑って転びそうになりながら斜面を登っていく。これでどこまで行っても何もなかったら、僕死んじゃうのかな。せめてさっきの明かりが本当に建物の明かりかどうか分かれば。墨色に染まった空が一瞬青白く輝く。そこに浮かび上がった人工的な直線。あった！やっぱり建物が。うわっ！天が転げ落ちてきそうな轟音に思わず逃げ出しそうになった。誰かの交渉のような低い響きが尾を引きながら遠ざかっていく。
情けないくらい速くなった鼓動を抑え、立ち上がるとできる限りの早足で歩き出す。建物、車の場所わかんないし、もうあっちに行くしか。つまずいて転びそうになりながら、必死にさっき見た建物のシルエットを目指す。あった。うっそうとした木々の間をようやく抜け出すと、目の前に大きな建物が現れた。別荘か何かかな。こんな山奥だし、多分そうだろう。暗くてよく見えないけど、だけど窓からは明かりが漏れている。誰かいるのは間違いないみたいだ。よかった。玄関は、どっちだろう。さっぱりわからない。どうも見える範囲にはなさそうなんだけど、壁沿いに歩けばわかるか。とにかく早く雨に濡れないところへ、屋根の下へ入りたい。その一心で建物へと近づいた。なんだこれ、井戸。建物のそばに井戸らしきものがあった。そちらに気を取られて歩いていると、うわっ何かに思い切りけつまずいた。しかもそれの上に倒れちゃったみたいなんだけど、なんだよもうこれ。これは。これ。いや、これじゃなくて、人？人間にしか見えない。ただし、ピクリとも動かない。それって。うわぁ！死んでる。この人死んでる。どうしよう。踏んじゃった。ごめんなさい。警察、すぐ警察呼んできますから。って聞こえてないよ、もう。飛びのくように後ずさり、あたふたと立ち上がる。いや、立ち上がろうとする。やばい。めまいがする。いや、でも気絶している場合じゃ。とにかくに、いや、誰か呼んでこないと。倒れる前に。プツンとテレビの電源を消したように風景が消えた。